皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日も素敵なお客様を、ご紹介します。セラの、マサさんです。こんにちは。こんにちは。セラっていうグループでいつもは活動されてるってことなんですけど、何人グループですか？3人でやってます。3人の、中でボーカルを、歌っているってことです。歌ってます。はい。
いつぐらいから活動を始めたんですか？去年真剣にやり始めたのは去年からで、はい、去年からおととしの、11月頃に最初の曲ができて、で、まあ、年明けてから活動し始めたという感じです。じゃあ本当にまだ1年ちょっとっていう感じですかね。そうですね、はい、でもその中でもうすでに自分たちと CD を、はい、アナログで、はい、何枚？3枚、ね、3枚、はい、すごいですねそれも本当に1年ちょっとの間に。そうです、1年ちょっとの間に。1曲目に歌っていただいた、はい、キリストの愛があるから、本当にいい曲ですけど。ありがとうございます。これはマーサさんが書いた曲ですか？あ、これはですね、はい、これが最初にできた曲なんですけど、はい、ピアノのあやとキーボードのまおちゃんということを3人でやってるんですけど、はい、3人で最初に集まった時にこうちょっと軽い気持ちで曲を作ってみようかっていう話になった時に、うん、テーマ何がいいって言って全員が詩を書いてくるっていう約束だったんです。で書いてきたのがまおちゃんだけだったんですでその、はい、まおちゃんってテーマはキリストの愛っていうことで、はい、書いてきてって言って、まあ、まおちゃんがすごい詩のセンスがあって、でそれで、あ、じゃあもうこれにつけてみようってなって3人でピアノの前に座ってやり始めて、だいたい1時間くらいで与えられて、本当になんか与えられたねって言って3人で泣いたんですいやすごい、本当に久々にというかって言ったらあれなんですけど、はい、パッと聞いた時に本当にもうなんか聞き入ったというか、ありがとうございます。本当にそのイエス様の愛が伝わってきて感動しました、はい、わあ嬉しいです。はい、で普段は、はい、島根県に住んでいて、そのグループも、3人。そうですね、今は、はい、京都に、1人大学生で離れてまして、はい、まあ、ちょっとなかなか3人で集まるってことはないんですけど、たまにこうコンサートとかで呼ばれて、うん、3人が一緒になると曲を作ったりとかをしてるんです。なるほど、はい、いやすごいですね。なんかぜひ全国もっと活動してほしいなと思うんですけど。呼んでください呼んでくれれば行きます。マサさんもともと牧師家庭で育って、はい、そうなんです、はい、牧師で、父も牧師、母も牧師です。はい、あ、お母様も。はい、そうです。そうですね。でもう信仰に導かれたのはもう純粋にまっすぐ。そうですね、純粋にまっすぐというか、はい、よくいる教会ではいい子っていう、うん、教会ではまあちょっといい子にしていて、どうですかね、なんかこうイエス様も信じてるし神様も信じてるけど、うんうんうん、行いが伴ってない時期もある、うん、あったっていう感じですね。なるほど、はい、それがいつぐらいにイエス様と本当に出会って。そうですね、もともとその何かキャンプがあったり正解があったり、そういう旅に、うん、旅ごとに、あ、変わろう、あ、変わろうって思って、うんうんうん、こうすごく神様に悔い改めてはまた道を外れ、悔い改めてはまた道を外れてしてたんですけど、ある時東京に就職で来て、うん、でその時に鬱になって帰って、島根に帰らなければならないということがあったんです、うんうん、で島根に帰って本当にその何ですかね、病気の闘病生活といいますか、うんうん、その中で本当になんていうんですか、生きる希望がないというか、うん、神様を知ってるし、うん、イエス様のことも分かってるし信じてるつもりだけど全然明日が分からないっていうような、そういう状態にまでなったことがありまして、うん、で薬も全然やめられなくて、うん、増えていく一方だったんです。でもそういう時に例えば献身、その時もすでに献身の思いを持ってたんですけど、うん、でも何もできなくなってしまって、で島根に帰ってきたのはいいけど教会に行くこともできない日とかがあったり、それから、まあ、もちろんそれこそ日曜日の朝礼拝に出れなくてずっと泣いてたりとか、
そういう中で母がベッド脇に来て私に あなたは好きなことだけしてればいいからって言ってくれたんです、うん、でそれってすごい何を言ってるんだろうと思って最初は、うんうん、そんなわがままが許されるわけないと。私献身もしているし教会の娘で教会の手伝いもしないで礼拝も出ないなんて、うん、もうどうしてそれが許されるのかっていう、うんうん、全然わからなかったし、でも母はずっとあなたはいてくれればそれだけでいいんだからって言って、うんうん、ずっとそう励ましてくれてたんですね。でも私それでも自分を否定し続けていて、うん、である日母ががんになって宣告知されたんですね、はい、でそれから半年後に亡くなるんです。でそれがちょうどセランの曲1曲目ができたすぐ後だったんですけど、曲ができた後に、はい、曲ができたすぐ後に亡くなって、で私その時にでもそれでもその頃も私もすごく揺れてた時期なので、はい、体調良かったり悪かったりっていう、うん、で帰ってきて母が亡くなっているのを見てえっと思って、なんかふと自分が鬱とかパニックを起こしたりとか、うん、そういうのが来るかもしれないってすごく思ったんです、はいはい、なんかでやばいかもしれないって思ったのを押しとどめるように母が言ってた、あなたは自分の好きなことだけしてればいいからっていう言葉がずっと頭の中をぐるぐるしていて、うん、でその瞬間になんか自分のこうなんていうんですかね、神様が私をこのままで許してくれてるっていうことがすごくすんなり分かったんです。母の言葉は、うん、母はこんな私を全部受け入れてくれてたし今私のことを責めてないってすごく分かったんですね、うん、で母が天国にいてすごい笑顔で私のことを見てて、あなたそのままでいいって好きなことだけしてればいいのよってずっと言ってくれてるのが分かったんです。でその時に神様の愛っていうものがすごく分かって、私愛されてるしこのままでいいし全然それでいいんだって分かった瞬間に本当に自分のやるべきことがこう湧き上がってくるというか、やりたいこととしてやるべきことが湧き上がってくるっていう体験をして、でその日からもいろいろ葬儀やらなんやらいろいろあったんですけど、気づいた時には次の20日後の病院に行くその日まで全く薬を飲んでなくて、で病院の先生にも、うん、あ完全に癒されてますねって言ってもらって、で本当にあなんてすごい方なんだろう神様はと思って、うんうん、なんかそうですね、その時に完全にこう神様の愛が分かったっていう体験をしたんです、うん、なるほど、はい、じゃあそれが今の本当に歌につながっていて、ね、はい、もう本当にこれしかないっていう思いがあって、うんうん、例えば薬がやめられないっていう方とか、私がこういう証をすると、うん、私の娘もうつなんですっていう、うんうん、いう方とかすごいお会いするんですけど、どうして癒されたんですかとか、うん、どうやったら治りますかって言われますけど、私はもう人間の力で考えるんだとしたらもううつのままでもいいと思うんです、うん、治らなくてもいいし薬を飲み続けても構わないけど、でも神様の存在とイエス様に愛されているということを知るべきだと、もうそれしかないなって思うんですね、うん、なのでそのことが何としても伝えたいと思います。はい、はい、じゃあ続けてね、はい、次の曲は、タイトル教えてもらえますか。次の曲は遥か空の上という曲です。はい、はい、じゃあ遥か空の上、どうぞお聴きください。So
酒どころを天の果てを目指して酒どころを天の果てを目指してゆく。私が賛美をするのは本当に自分の人生の一番どん底と思えるような時に神様が私を引き上げてくださったことが賛美の中で分かったからです。この世のどのようなものも私を助けることはできませんでしたが、聖書の御言葉だけは、また賛美だけは私を心の底から救ってくれました。聖書を開いて御言葉を開いた時に神様が本当に私にそう語ってくださってるって分かった時、今まで味わったことのない、もうすごく満たされた気持ちと、愛されてるっていう気持ちと、私はこのままでいいんだってそう思いました。次の曲は聖書の御言葉にそのまま曲をつけた曲です。セラと言います。太陽はもう
休まず、あなたの月は陰ることがない、主はあなたの永遠の光。ありがとうございます。遥か空の上、そしてセラ、2曲、続けて、歌っていただきましたけれども、このセラっていうそのグループ名は
あのセラっていうその詩編の中の沈黙に値する、はいはいそうですね、これはどういう思いを込めて、はいつけたんですか。あの母が亡くなった母が自分のことをセラってあだ名でつけていたんですね、はい、あ、そうだったんだ、はい、で母も実はうつを経験してまして、うん、でさらにがんを宣告されて、はい、で告知されてからあの薬から解放されるっていう、うん、ことを体験しまして、母もずっと患ってたうつが治って、うん、でがんとの闘病生活も本当にすごい笑顔で、うん、始終最後まで本当になんで亡くなったのか全然理解できないというくらいすごい神様のことを伝え続けてて、でその度によく遥か空の上で朝ごとに夜ごとに私の声を聞いてくださるって言うんですけど、本当に痛みが辛い時とかに母がふとこう賛美の歌を歌って御言葉を宣言して静まるんですね。でその静まることをすごく大切にしていて、何かできないっていうことじゃなくて何もしない、神様の前に静まるっていうことが何よりも大切って言ってて、で本当にそのことをこのなんていうかバタバタ忙しくしてる世の中ですけど、本当に神様の前に静まるっていうことをこのセラの歌を聴いてる間とか、そういう時に提供、そういうものを提供できたらいいなと思ってセラとつけました、ね、本当にその御言葉の最後の曲もそうですけど、本当にこう静まってその御言葉がしこう染み渡っていくっていうかね、あ、これって今本当に必要だなって僕も思いました、はい、ありがとうございます。今後 の、はい、あの活動の、うん、ビジョンとか、はい、なんかこう夢みたいなのはマサさん持ってますか。はい、本当にいつもどうして私たちのような素人がこんなこういう風に導かれているのかって3人でいつも話すんですけど、それでも私たちはただただもう賛美が大好きなので、うん、本当にずっとずっと続けていけたらもうそれだけで感謝だねという風には言ってるんですけど、うん、そうですね、まあ、できればこう CGN テレビには3人で出たい。あ、そうですね今日あの島根からお越しいただいたんでね、はい、今度3人で、今度3人でぜひ、はい、あの僕もお会いしたいですね、はい、あのお名前何でしたっけ、あやと、あやちゃんとまおちゃんと、はい、はい、じゃあぜひ今度3人で来てください、はい、よろしく伝えて伝えておきます、はい、で皆さんに来ていただいてる人に聞いてる質問なんですけど、はい、マサさんにとって賛美とは一言で、一言セラですかそうですね、一言で、まあ何でもいいです、はい、永遠にやってても疲れないものですかね、はい、素晴らしい、本当に永遠に、まあ、命は限られてますけど、はい、生きている間、はい、ずっとあの神様を賛美し続けて、はい、また多くの人にセラの音楽を聴いていただきたいなと思います。これからも、はい、頑張ってください。ありがとうございました。今日のゲストは、セラのマーサさんでした。いつもこの番組をご覧いただいている皆さんありがとうございます。続けて、この番組の、ためにお祈りし、また応援してくださったらと思います。CGN テレビのホームページの中に我が魂の賛美の、コーナーがあります。ぜひ そちらをご覧いただいて、いろんなコメントですとか、また過去の番組も見れますので、そちらを、これからも見ていただけたらと思います。それではまた次週、我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。